群馬県のご当地アイドル、めんこいガールズ。私たちの特技は書道。歌とダンスと書道を融合させた書道アイドルとして活動しています。最近ではアメリカ・ラスベガスなどでも書道パフォーマンスを披露しているんですよ。格言は国・地域の伝統的なことわざです。日常生活のアドバイスとなる短く気の利いた文章です。英語のネイティブスピーカーは多くの場合、無意識に会話で格言を使っています。私たちも国際派アイドルとしてもっと英語を勉強しなくちゃ。よし、いろいろな格言を英語にしてみよう。マークさん、英語で格言、めんこいガールズ。完成。さあ、前回のおさらいは、 There is no time like the present。 思い立ったが吉日の英語でしたけれども、マリアちょっと英語大丈夫？全然ダメだね。でも英語難しいよね。いやでも言ったって、マリアはずっと去年まで英語習ってたんだから、頼りにしてるんだよ。でも英語って難しいじゃん。もう諦めちゃいそうだよ。ダメよ、ダメダメ、諦めちゃダメだ。その君たちに送る今回の格言は、習うより慣れろ。さあ、英語で何て言うでしょう。習うより慣れろ、全然わかんないんだけど。でも習うより慣れろ、慣れろっていうこと。英語の直訳では練習が完璧を作ると、言います。練習が完璧を作る。ん？作る。あ、作るってメイクじゃない？うん。待って、練習でしょ？メイク is プラクティスみたいな。All days。うん？わかんない。なんだろう。何？正解は practice makes perfect です。ああ。練習あるのみ。この言葉は習うより慣れろから転じて、継続は力なりとも訳されてるんだ。そう、練習は裏切れない。歌もダンスも書道も英語も、継続は力なり。なるほど、この言葉は私たちも大切にしている言葉。よし、マリア、この言葉を書にしたためてください。はい、頑張ります。それでは一緒に Practice makes perfect. Repeat after me. Very good.